配給所だ。少ない物資を国の管理下で分け与えているんだが、ほとんど早い者勝ちってのが実情さ。よし、今日はこれで最後だ。俺は国のために働いた兵士だぞ。優先的に配給を受け取る権利があるはずだ。なんだよその目は。子供は大人の言うことを聞いてればいいんだよ。大丈夫？なんてことするんですか、こんな小さな子に。何？なんだお前ら。レックス、余計なことに首を突っ込むなって。大人の言うことを聞けって。あんたこそ子供のために我慢しろよ。うるせえ。俺の何が分かれてんだよ。